ベレー帽の難しいベレー帽のかぶり方って難しくないですか？こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきです。はい、よろしくお願いします。はい。はい、今日はベレー帽です。はいはいはい。今かぶってますけど。かぶってますね。見たらわかります。ベレー帽って可愛いんですけど、まあバランスが難しいんですよね。普通にかぶるだけだとなんかちょっと給食のおばさんみたいな感じになるのがすごい嫌なので、今日はちょっとコツを伝えようと思ってやってみました。はい、はいはい、これやるだけでだいぶバランスよくなると思うので、ぜひやってみてください。はい、はい、あと下の巻き方ね。あ、そうですね。この辺の、まあ、これぐらいの長さだったらこう巻いたら可愛いよっていう方法もやってますんで、はい、よかったらその辺も参考にしてみてください。見てください。はいはい、では動画スタート。まずクレイツのホリスティックの 32mm で巻いていきます。コテを横に平行にして耳前の方の髪の毛から毛先を巻いていきます。中間から毛先に滑らせて、中間の髪の毛を持つと毛先が綺麗に外に跳ねてくれます。耳後ろの髪の毛を縦に2つに分けて、先ほどと同じように中間からコテを滑らせて、中間の髪の毛を持ち毛先を巻いていきます。同じように後ろの残った髪の毛も中間から毛先に滑らせて、中間の髪の毛を持ち上げ毛先を巻いていきます。反対の髪の毛も同様にやっていきます。リレイのオイルをつけていきます。毛先中心にしっかりまとまりが出るようにつけていきます。残ったら中間から上の方にも伸ばしていきます。こんな感じになれば OK です。基本的なベレー帽のかぶり方をやっていきます。普通に帽子をかぶると帽子と髪の毛のボリュームが出てしまうのでバランスが悪くなってしまいます。ここからバランスを良くしていきます。まずサイドを少し残して残った髪の毛を耳にかけていきます。反対側も同じようにかけていきます。次に帽子の縁の部分を耳後ろにしっかりとフィットさせていきます。最後に帽子の後ろの部分を下の方に下げていきます。これで完成です。前髪が長い方はおでこの出す範囲をだいたい 2,3 センチくらいで、顎よりも少し長いくらいだとバランスがよく見えます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。